45分間、どうする安本能寺、見ていましたが、どう言っていいんでしょうね。うちの嫁はシビアですから、退屈や、と言ってました。初めに信長刺した、あれ、誰だったんでしょうね。家康が刺したんかなと思ってね、おう、家康が初めに信長を刺すのか、もうこれは、今までと違う展開やなと思って見ていたら。 つまり、イエスではなかったんですね。じゃあ、あれ、誰やったんでしょうね。はじめに、野村がブスッと刺したね。今、は、晩、い、は、家康スが、堺に行って、公家や天皇と関係を持つ。そうですよね。あれ、堺に行くのは、史実では、まあ、えー、まあ、えー、遊覧というか、ちょっとカオスなぎに行くだけでしょ。堺に行って、天皇と関係を持つ、たってね。 は京都でおはあのずっとね、お話しすればいいことでしてね。でまして、これから信長に謀反を起こしますから、皆さん、ご支援よろしくお願いしますってわけにいかんでしょうしね。このネタバレサイトの堺の商人たちと手を結び、家康は信長を打った後の体制を盤石に整える。って ええー、<laughs> って、そんなことできるんかとも出ましたが、ネタバレサイトってのはいい加減ですね。私、このネタバレサイト見て、家康が信長暗殺を決行した後、天下を取った後のことを相談して社会、社会の商人たちと、 という話かと思ってね、いや、危ない話は、危ない話は足たるなーって、坂の上人たちも、今から上様にもう起こしますよって言われたって困るやろなと、とそんなんすぐに、いや、どこにちくるんちゃうんかと思ってましたけどね、うん、こんなに、ネタバレサイトのように行くのかと思ってましたが、ね、ネタバレサイトにも行きませんでしたね。はい。田辺さん、こんばんは、ひどかったですね。 これだったら、あの、定番でやってもらった方が良かったですね。定番で、あの、洋式日でね、やってもらった方が。定番ってありますよね。まず、信長が、そう、いつもに、ね、変な話でしたね。定番の本能寺の変ではね、信長が寝ていると、周りでガサガサっと音がして、信長が立ち上がると、乱丸がやってきて、無本です。 誰や言うと、桔梗の門が見えます、光秀か、是非もなしと言ってですね、でしばらく戦ったあつ森を待って、人生50年、いろいろあったな、人生面白かったな、下克上を堪能したなと言って、ですね信長は炎の中に消えていくという、あの定番の方がずーっとね、いいですね。う で定番的な様式美はなく、では、斬新な展開。松田幸三先生が言っている詰将棋は、ハッとする鮮やかさに尽きるという、ハッとする鮮やかさもなくてね、一番最初に突然、信長、ブスッと刺されて、あれ、誰が刺したんやろって、そこだけね、ハッとしましたね。そこだけでしたね。ハッとしたね、私はね。 あとね、途中ね、家康が農民たちに、信瀬たちに囲まれてましたね。やられてしまえ、信康で。<laughs> やられてしまえ、家康で。<laughs> ここで家康がね、農民たちの展開を買って死んだらね。いや、それはそれでね、斬新な展開だと思ってましたが、うん、そういうわけでもなく、なんじゃこれはと。ということで終わりましたね。うん え万全どころか茶屋四郎,郎が行った花から刺客がわらわら出てきて笑いました。<laughs> うーん。で、おいしにほだされて、急な方向転換とか、なんでしょうね。そうですよね。あんなお涙頂談の話で、医師がぶらつくやったらね、あ京都で、 500人集まってる伊賀もはどうなるんでしょうね。困りますね、部下としては。トップがやると言ったことはやってもらわないとね。つ森もなし、是非もなしもなし、黒田勘衛もなし。そうですね。うん、やっぱりつ森待ってほしいですね。人生50年、下手のうちにくらうれば、これはというね。是非もなし。これも 欠かせないですけど、ね、やっぱりそこはみんな期待して待ってますから、ね、あ見てますからね、うん、岡田純一がどんな熱盛まりうんやろうとかねそれで省略してしまったらかのんちゃうんやろうかと思いますがところで最初に読みますけど最初にい信長 差しし出たたあれ誰だったんですか。私、何回見てもわかんないんです。いや、何回見ても違う。何度考えてもわかんないんです。あれ、誰なんですか家康なんですかあれ、妄想なんですか何なんですかあれ。いや、妄想かなーと思ったら、でも、家い康いのいや信長のね、着物を血まみれになってましたしね。うんいじめてるくせに友達とか言ったらすきません。そうですね。 今まで信長は家康をいじめ倒して、狼と小騎あ、小兎か。って言ないやってきましたからね、突然ね、友達やと言われてもね、困りますよね。この信秀が、信長に家督を譲るから誰も信用すなという、あ,あそこもね、史実はちょっと違いますね。史実言ってもしょうがないけど、史実では、 信秀は信長に家族を継承させきはなくなってたみたいですからね、最後ね。で、信秀が、あ信秀ある副上司なんですよね。特殊のとこ休みにとってね、そこで亡くなっちゃうんですよね、ということになってましたね、信長えー、コミックかなんかではね、うんあ。私は岩物の暴走と思います。あ最初の場面ですね。家康がぐずぐずしてたんで、 私もね、服部半蔵かと思いました。で家、家康がね、やれって言って、家康の命でね、でも一瞬あれ、家康に見えたんで、の、うん。で、私ね、家康自らね、忍び込んでね、やったんか思ってね、おこれすごいなと思ってたんですけどね、うん、家康自ら、伊賀者を引き連れて、 乗り込んでね、本能寺へ。で、信長と取っ組み合わせてたす。これはね、画期的なドラマでね、すごいなぁと思ったんですけど、うん。いずれにせよ、あれ、服部半蔵か、あと、家康本人か、どっちかですよね。 でそれが囲碁物の,の暴走、うん、暴走か。明智の足軽でしょう。え、あれ、明智の足軽なんですかじゃあ、もう光秀の足軽がもうあそこまで入り込んできて、いきなり、じゃあ、森だんまるなど、 古生たちは何をしてたんだと。信長の部屋まで簡単に入られてしまったんですかね。うん。そうか、あれ、みつもし光秀の足軽やとすれば、信長は何か錯覚したんですかね。いや、しかし、 足軽やと正義軍の服装してるから、あ、そもそもあの時の信,長あ信長は明智軍の光秀に支えた時、光秀軍の,の足軽に支えた時、まさか光秀やとは思わずに家康やと思ったんですかね。このドラマの家来は殿様を守らない。そうですね。信長の古将たちも守らないし。 家康の家来たちも守りませんね。なんか家康自分で飲みた人切り合いしてましたね。<laughs> 大丈夫かと。<laughs> SP というかボディーガードというか親衛隊というか旗本というかそんなおらんのかよと <laughs> 思いましたね。え森段丸は寝てたんじゃないですか。寝てたんですかね。まあ、寝てたかもしれないですね。あれ、朝ですからね。 うん、しかし、あのー、本能寺って、かなりお寺としてはね、えー、堀もあってで、しっかりした、うん、防御施設になってるので、やはり周りは取り囲んでね、まず取り囲みますよね、逃げられないようにね。うん、それから門を、内山とか兵を乗り越えて。 くるんでね。それでも気づかせていた。森田丸というのは？どうでしょうかね？はい、こんばんは。とにかく最初の？の家康えー、森信長の新庄にいきなり入り込んできて、信長と取っ組み合いして刺した。あれは誰かということがね。確定しないことには。 今のところ、光秀の足軽説と、それから、服部半蔵説と、二つありますが。詰将棋で王将打って王手してるみたいな、不条そうですね。うん。なんか、早朝なのに見学人がたそいると、あら、朝の2時、 3時頃でしょだって人がいない時を狙ってねやるわけで。誰か私のね動画にコメントで書いてたんですけど、えー、信長は家康を挑発した後とやるのやってみーって言ったあとね俺は少数で本能寺に泊まっとうからな家康お前やれるもんならやってみーって言ったあと多分家康が器用でやろうと。 それをですね、逆包囲してやろうということで、光秀を呼び戻してですね。で、五爪の光秀がやってきて、信長と光秀の凶暴により、家康を押し取ってしまうと。したら、光秀がそれを裏切って、信長が、ええー、って、家康をやっつけるために呼び戻した光秀が、裏切りよったーって言ってですね、 愕然とするという、これ、シナリオとして面白いんじゃないですか <laughs> っていう人って、あそれは面白いなと思ったんですけどね。その展開でもなかったですね。うん。三河一向行きの時も、真珠に、瞬時にして、彫りがなくなったりしてたらいいんじゃないですかね。そっか。<laughs> 御の字の周りにあった彫とか、御の字の兵を乗り越えるのもね。だから、信長はどこにいるんだってね。 いう、探しはあるというところもなかったですね。うん、家康が暗殺して救援に来た光秀に罪を着て逃げるストーリーを規定したんですが、あ、そう。なるほどね。うん。それもありますよね。うん。人手なし家康と会社なし光秀ですからね。うん。 大いにありますよねと今回のも最初に指したのが、あれ、服部犯罪とすればですね、家康は信長をまずやっといて、で、後で光秀がわーってやってですね、ほら、光秀が悪い悪い悪いって言ってですね、光秀に罪を着せる、さすが人手なしの家康か、という転換を予想できましたよね。私はあの 光秀が討ち入ったけど、光秀は解消なしやから、信長がを見つけんかって、そこで服部半蔵が、人手なし家康の命令で、信長を探し出して、信長が、さすが家康、光秀とちゃうなって言ってですね、熱盛を美しく待って自決するという、そんなを予想してたんですか。私のも外れました。うん でもテルコンジさんが言う、家康が暗殺して、で、救援に来た光秀。救援に来たということは、光秀は、それは信長側ということですね。ですね。うん。で、罪を着せて逃げるストーリー。うん、これ、それ、意味ですね。うん。で、光秀は、なんか若菜うちに、<laughs> 信長やったやったーって、罪し押し付けられて、で、もたもたしてるうちに、 もう光秀は無本人やというふうにされてしまったと。それ、それあるかもしれませんね。もっと最初に戻って、その一番最初に信長を指したのが誰かと言ってもね、それね、あれ見たって分からへんかったですよね。あの今話しているだけでもね、服部半蔵説と、から光秀の足軽説と、2項出てきてますよね。うん そういうふうにあの、見てね、視聴者が分からないという、そういうあの映像の作りってダメですよね。大事なところは、ちゃんと見れば1回で分かるように作ってもらわないとね。うん、であのくだらないとこ説明するんですよね、市とね、家康の会話とかね、そんなとこどうでもええのにね、そこぐちゃ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 しゃってね。 いや、それより最初のね、あの、信長を倒しに来たあの黒い、黒ずくめの人、あれがね、瀬名様の敵って言ってくれれば、服部半蔵で決まりやし、いや、大寝ずにでもかまへんけど、うん。それから、うん 光秀様の命によりお前を打つと言ってくれればね、され光秀の足軽やってパッと分かりますからね。とこういうところはあのきちっと作ってほしいですよね。今回のドスレやスってあの、いろんなところに一眼作っていて、使っていてね。で、大事なところをちゃんと説明しないから筋が分かんないんですよね。しがもわ分からないところを繰り返し流されてもな。 そうなんですよね。で、時間軸がねじれまくって、名前連行。うんそうなん。このドラマ、いつも時間軸がね、ブレまくりますからね、で、解雇シーンが入ってきたりね、もっとあのすっきり作ってほしいですね。 うん、でいちいち説明的な演出が、そうなんです。い,いちいち説明的なくせに、大事なところをちゃんと説明してくれないからね、情報が足りなくて、見ている人によって、取り方が違っちゃうということはありますよね。お市の方は、新幹線で岐阜に帰ったのか。うーん。 からですかね、林山雄高でか <laughs> <laughs> い。イチが堺に来てたって話あるんですかね、うん、まさかイチの最初の子供、ちゃちゃがイエスな子供やっいうことはないでしょうね。うん、戦国猿回しの蜂蜜がこのこと 秀吉とお市のあの漫画ではね、ちゃちゃは蜂、えー、塚孤独の娘という設定になってますけどね。うんうん、大体、堺にいて作戦決行か中止か指令は出すないそうですよね。現地指揮官、京都にいないとだめですよね。 堺大阪は、この頃やと約1日かかりますもんね。早うまでも半日くらいかかるのかな ?40 キロ。50キロありますかね。堺から京都まで。うん、指示だ出せないですよね。ってことは、そうか、お市と話、お市と話を知ったのが、 うん、6月1日にあった、ここであったんですかね、お市と。なんか、境に着いたのが、このあたりで、で、お市と会って、で、なんだかだしてるうちに、茶屋四郎二郎が、ってことを考えると、6月1日のお昼、お昼、お昼か。お昼やとすれば、 うんと6月2日の朝、謀反結構、え、えー、っと、信長暗殺結構やとすれば、中止指令を早馬なら出せるかなでも不自然ですよね。やっぱり、あの、堺からリモコンで動かすわけにはいかないから、 何か起きるか分かりませんからね。やっぱりしこういう大事な作戦を結構するときは、司令官が京都に、現地にいるかね、よほど信頼できるものに全て任せてしまうか。あでも中止はできないですね。やるとやるというメールしか出せないですね。服部とり、とり半蔵にね。中止命令出せないですよね。うん。石川和正だけが。 家康を励ましてなくて、先の出版の伏線でしょうか。ああ、なるほど。ああ、そこまで見てませんでした。みんなやりましょうと、家康励まさてませ、石川勝野さんもうあんなやってられんな、こんなやつって。あ <laughs> とだったんですがねあ、きっとスマホで連絡を。ああ、なるほどね。もうスマホあったのかもわかりませんね。うん 当時のもでのろし上げるとかね、うん赤。赤いのろしが上がったら結構。白いのろしが上がったら中止とかね。うん。まあ当時、スマホがなければのろしぐらいしかないけどね。うん、にしても、やっぱり指揮官が現地離れたらあかんわね。光、うん、秀も本能寺には行ってないそうですね。うん、本能寺って。 当時は、えっと、町外れにあ町外れというか、京都の西の端にあったんでしょ当時の市街地の西の端にあって、で、まあ、ぐるっと囲んでしまえば、本能寺まで行く必要はないですよね。うん、だいたい1万人も連れて行ってるんで、本能寺ってあれ、100メーター四方ぐらいのお寺でしょもうちょっと大きいけど、100メーター四方ぐらいのお寺とすると、ぐるっと囲んだって。 一万人もい,いらないので。うん、まあ、あとは、あ、電書トね。電書畑か。お市と会って、で、それがお昼の話で、よし、中止や、って。うん、で、電書畑飛ばして、で、夕方に、ハット半蔵が受け取って、うん、中止や、となるほど。 うん、でも、中心するね、また理由がね、なさげない理由でしたね、大市にちょこちょこ言われただけでね、決断つかんかったでね、あれね、決断つかんかったって言うけど、あれく、言葉に出しちゃってるのでね、まずいと思いますけどね。しかも、堺の商喚にいた人、話ししちゃったんでしょ、これ。 万全の体制を整えてたんでしょ、ここ。家康は信長を打った後の体制を盤石に整えてたんでしょ。もうここまでやってね、これで中心したらね、えらいことになると思いますけどね。うん。で、家康はともで、あることを聞かされる。このあることってのがね、私、これ、光秀が打ち入りますよという話、光秀もうおすきですよという話かもたら、 信長兄ちゃんは家康のことを好きやったんやっていうことを聞かされて家康は戸惑うんですね。うん信長を打つのは今夜しかない。これは合ってますね。うん、あということは今夜しかないということはそれは6月2日なんですね。あれ、お市と会ったのはね。ということになりますね。うん 決断つかないといより無謀に気がついた。絶対無謀なんですけどね。<laughs> よし、そっか、これ、中止できるもんなんかな。まあ、いいか。でも、家康が、もともと、あの、信長が、やれるもんがやってみいや、って、お前がやろうとしておくぐら分かっとんじゃ、ということだから、家康が作戦を、 結婚するために伊賀者500人動員しとったことが仮にバレたとしても密でもんがなくてねバレたとしても信長は笑って許してくれるというそういう設定だったんですかねうん今晩は最初の信長が支えるシーンは信長氏の幻想だと思いましたなるほどあ幻想なんですかなるほどね でそじゃあそのあとあの千田だ,だけですけどあ,あれも実はそうじゃないんですねうんで庭に降りたあたりから本人はこれは夢幻ではないあやっぱりもう本が起きとると誰やということで信長と家康は仲が良かったとは言ってますからあんなこと言われなくても何より本人はよく知った話でしょうに そうあの信長と家康は仲が良かった。これはあの今までの山古草八のもそうですけど、どの,あのコミックでも小説でもそうなってますよね。それを今回はあえてひっくり返したかったんでしょう。この 「<laughs> どうする家康」イヤスは。信長と家康は実は信じ合えてなかったということで、あの最初からね、信長が家康をね、いじめるシーンなんかを入れてたんでしょううん。でも,あも、あるも、信長と家康は仲間やったら、あんなシーンなんかもともといらんしね。うん。か今回の「あのどうする家康」イヤスって、そうやってちょっとあの人、人 本当は信頼しているのに、それを視聴者に、こう、たぶらかすというか、今回、ヌブナテス仲悪いんやな形でね、やってみたし、なんかこう、私、今年のね、どうせですね、シナリオにね、なんてうかな、っとね、視聴者に対する、なんて言うんだろう、 切相がない,いや。でもないな。なんかこう、よろしくない。筋、筋が悪い。騙しみたいなシナリオだと思うんですけどね。えっと、信長を倒しても、信忠はスルーじゃ盤石。 にはならならいですよね。うんえっと、三井でさすがに信長と信忠が二人おるから一気にやろうって。家康もろとか言ってましたね、<laughs> 三井でね、うん。情報がちょっと間違ってるんですかね。まあ家康堺におるから堺、まあ、もやってもらうということか。京都に信長信忠おるし、京堺に家康おるし、まあま、まとめてということなんですかね。うん 家康が決断できないのがこのドラマの主題。うん、結局決断できませんでしたってね。しかし、あれ、決断できなかったらえらいことになると思うんですけどね。うん、ファンタジーなんですよ。そんなたった一人の友と聞かされてやめる。そんなら最初からするなって。そうですよね。 うん。そんな軽い気持ちでね、謀反党が暗殺計画立てられませんからね。うん。暗殺計画立てるということはもう、結論が出てるっていうことですからね。風林火山の山本勘介も最終回でなかなか、うん。まあ、あの、それは、まあ、しゃあないかな。映像もんですからね。うん。 まああの、信長が血まみれになって、まだ戦い続けてるとか、まあそれはまあ <laughs>、許してあげようと。しかし、あそこまで余,力余裕があるんやったら、最後、つ森待ってほしいな <laughs>、と思いますけどね。うん。坂井忠次が、信長の息子はどうするんですかって説得してました。どうするんですか あ、なる。でも、そんな、ええー。私、信長も石のルータ分かってるわけだから、500人で勢いるんやから、両方、両方を倒す <laughs> はずですよね。またもな武将やったらね。まさか、信長だけ倒したら、それでいいと。天下転がり込んでくいや、それより、あ、それもそうなんですけど、 あの信長を500人の弟勢で倒したのがいいとして、信忠も倒せたのがいいとして、光秀の軍をが京都に入ってくるとだめなんですよね、うん。あっという間に光秀軍に打ち取られちゃいますもんね。だからあれ 信長だけで、あ、じゃ家康の手連だけでやるとすれば、光秀は予定通り、三草から姫路の方へ向かってくれないといけないですよね。とすると、あの恋は臭いとかいう、あ、光秀がなんかあの恋のことで、家康に対して恨み持ってましたね。 あの,あの野郎、俺の料理をさいとか嫌がってと、とおかげで俺、コクドラは謀反に追い込まれたんや、なことを言ってましたね、光秀さん。そうすると、光秀が謀反を起こした理由は、濃恋が臭いということで、信長に蹴られたんが頭に来てという、うん、一番昔からある。 円根節の中でも一番しょうもない円根節なんですかね。織田が月、秀吉がこねしもしれ持ち、決断せぬまま、こうが家康。うんまあ、家康としては、織田がね、いなくなってくれないことにはね、上に,上に行けない、<laughs> 天下取れないというか、もう。 家康、織田の一門で、三国の大名でいいと思っとったんちゃうんですかね。光秀が来なくても、勘弁信孝の軍勢がいます。そうですね。大阪になんですよね、勘弁信孝の軍勢ね。したがって、家康、あ、そうか、京都で、あ、そうか、京都で500しかいない手勢で、 信長と信忠を倒しても、で、光秀も三草の方に行って、三草から姫路の方行っちゃったとしても、大阪にいる神戸信忠以下、四国遠征軍でしたかね。そこに主力部隊いるんですもんね、織田のね。それが京都へ攻め寄せてくると。うーん、なるほど。四国説は全然匂わせもしません。 でしたねそうですね。今回、明智光秀がなぜ謀反を起こしたかについては、非常にシンプルな怨恨説に立ってえましたね。ただ、あの信長に対して、あんたがあんたはその、えー、乱世を治めるまでの人で、平和になってから俺に任せなことをね、光秀に言ってましたね。 四国説っていうのは、本当に人気がある説みたいですね。で私ももっともらしいからね、四国政策転換説っていうのは、もっともらしい、あれ聞いたとき、へーって、それ、思うかなと思いましたけど、うん 渡辺大門先生の本を読んでも、そういう歴史のね、小沢祐一先生の読んでも、四国政策転換説取ってませんもんね。うん。だからあの四国政策転換説って、実は大したことはないというか、もう長査壁の方もね、うん、できたら小だと、<laughs> というか、 別に、明智光秀が四国政策転換に関して責任取らなあかんような立場でもなかったっていう説明もありますしね。うん、で家康は黒人から出発して大出世しているので、このまま信長政権の、そうそう、瀬名が言っている、ドラマの中でね、瀬名が言っている、 みんなが平和に、そして貿易して通貨が一つになってという、あれは信長が勝利することによって実現する可能性が一番高いわけですからね。で、信長の下で国内が安定して、その中で東海地方の有力大名として、え 織田信長幕府信長が将軍になって、室町幕府が再建されて、織田幕府になって、安土幕府かな。でその中の有力大名として生きていくというのはまあ一つの道だと思いますけどね。いくらもっともらしくても、信長と信忠が一緒にいなかったらもう起こうしてないでしょう。そうですね。 うん信。信長と信忠が一緒にいる。これ信忠が家康と一緒に大阪に行ってしまってたら、三秀もう謀を起こさへんから、従って今の時の変はなかったということになるわけで。まあ信忠が予定変更して、親父に会ってから大阪行くわという、ここに、 京都に2人が、信長と信忠が2人ともいるという、この状況ができてしまったということが、本能寺の辺のね、ミソなんですよね。血、う、縁、ん、があっても裏切るのが戦国の死なのに、なぜ、長祖壁だけが特別なのか理解できないのです。うん 最初はあのまだ長相川部四国がどうなるか分からへん状況の時に、えー、と信長がお前取れるんやったら取ったらええやんと軽く言ったぐらいのもんなんでしょでその後三好が信長の下に入ってで三好元々阿波が本拠地やから従って 信長が三好に阿波を返したのかって言い出してそうかそうすると三好が信長の下に入ったというのが大きいんですかねここあんまり詳しく知らないけどここ長我壁が持っててんで阿波これを三好が取り返したいと言ってで信長が三好を返したいと言って 配下に収めたもんだから、じゃあ、三好に泡を返したろうということになって、で、長祖壁との間で揉めてたのは、ここらしいですね。ここ。ここか。ここ。この辺の、土佐との国境の泡を少しだけでも長祖壁にくれーって長祖壁言ってて、でそこで話がまとまらへんか。 うん、だこんなん別に四国全部がどうかでんで最後はもうここら辺のあの国境線をどこに引くかという白何個かのことやって言ってましたよ畑野先生はその時あそうかってまあそこで大気汚染がった織田も織田やけどということになりますけどねうん最後は 阿波の南の方のお城いくつかのところで長宗壁と織田が妥協できなかったということらしいですけどね。うん、いい加減子供時代のトラウマとか恋愛とかで辻つ,つ,つま合わせはやめてほしい。あ、そうですね。私もそう思います。うん、もうあのね、戦国大名同士。 まあ天皇も将軍も含めてですけどね、のね、政治的、あるいは軍事的なロジックで動いているところにですね、子供時代にどうだこうだとかね、いうのを持ってこられてもね、うん、子供や F1 層を客にした、そうですね、特に小さい子供たちに、うんと戦国、 戦国時代でこんなもんやった。いうふうなことになるとね、よろしくないと思いますけどね。うん。あ、つつい。あ、この、この辺の、うん、教育上悪いシーンばっかりだ。そうですよね。子供や F1、特にでそうね、あの、T 層って言うんですか。子供たち、 に見てもらいたいんだったら、やっぱりかっての拡張高い大河ドラマやってほしいですね。うん。あの、史実どうしではなく史実どりでなくてもいいんだけど、学校の教室で、大河ドラマではこうなってたけど、実は、これぐらいのね、うん、こうなってたけど、実は、というぐらいのところで言ってほしいんですよね。 今年となんかもう全然違うから、こうなってたけども、にもなりませんもんね。うん。あの学校のね、教科書がね、あの古い古いって言われてるんですけど、学校の教科書って古いぐらいがいいんですよね。鎌倉幕府、いつできましたかって。 いい国作ろう、鎌倉幕府。いい箱作ろう、鎌倉幕府。で、こんなんもう古い説でね、いい箱だってもう古い説だって、らしいですね。今もあのうん、1180年説、83年説、86年説、90年説と出てきて、1185年説なんでも過去の説らしいですけど、でもあの、君たちは、大学に入ったときね、君たちは、 高校で1192年説と185年説を習ってきたやろうけど、実はその後研究が進んで、1180年とか83年とか86年とか出てくるんでという。だからああの、クラシックでね、高校の教科書というのはね、20年ぐらい前の説が主流ですのでね、で大河ドラマも、まあ、そんな感じで、 シーズ通りでなくてもいいけど、ドラマではこうでしたけど、うん、それはあのシーズをここをこう変えてるんですというぐらいに収めてほしいと思うんです。いや、だから、そうだったから買って、大河ドラマをね、うんえー、見て、日本史を勉強しようということがあったんですよね。うん、あの今年はなんか <laughs>、これはもうシーズンと関係ありませんから <laughs>。 いう、あの、見とこもとか、<laughs> そんなんで楽しんでくださいって。魔改転章みたいなもんですから、って。そういえば、今日の大河ドラマ、今日のどうせです、面白くなかったから、また、あの、史実と関係ないのに面白くないという最悪の <laughs> とこに戻ってくんですかね。うん。 光秀が取次を解任されて、信孝の支配に変えられたのも不満だったんじゃないですか。あそれね、渡辺大門先生の,あの、ね、話は聞いたことあるんですけど、いや、別にあの光秀が取次を解任されたことはそうなんだけど、そんなにですね、大した役でもなくて、長宗壁との取りつぎなんてねで、光秀にはもっと大事な 役目があって、うん、別にあの取り次ぎを管理されたことなんて任務の中では大したことないものでもっと大きな任務を与えられたというふうにそう,いうのそういうふうに聞きましたけどねだから斎藤利光とかねあの石狩長相壁と直直にね人間関係持ってる人たちは 困るかもしれませんけど、別に明智光秀自体が直に長祖壁と人間関係持ってるわけじゃないですしね。まあそもそも長祖壁との取り次ぎが、その辺に出して大きな任務をやったんかと。うん、いうことで、まあ不満はないことはないでしょうけど、まあ大した不満じゃないと。 信長の、信秀の鬼畜とか、信長の虎な、そうですね。そうです。不快ですね。私もそう思います。あの、虎のあのの描写、嫌で、もう本当気分悪かったですね。うん。一と、いやその金網ディスマッチとか、まあそれはね、コメディで済ませれるとしてもね、うん。もっとね、当時のあの、 万博少年たちの物語として作ってほしいですよね。で、あの万博少年の中で、ガキ大将、信長と、それから、うん、小さな竹千代の間で、友情が芽生えたぐらいだって、だいそれで今までやってきてますからね。うん。信長と、家康の年齢って、確か中3と、 小6と小 1? 中3が信長で、で小6がえっと秀吉で、藤吉郎で,で、小1がすっこの関係だったと思うんですよね。まあ、子供会でいうと、子供会の一番上のお兄ちゃん。 お祭りで言うと、うちの町内会のお祭りで言うと、天狗になったり、あるいはおみこし担いで、ね、太鼓叩くのが信長。で、一番下でうちら持って、後ろからありできというのが家康なので、なあお兄ちゃん、中3のお兄ちゃんがね、小一の家康、うん、こんなんもうかわいいなって、うん <laughs> でね。 <laughs> 相手なんかしないですけどね、うんあ。で、それをですね、あの虎の穴みたいないじめみたいな、嫌ですね、本当にね。信、う、玄、ん、の件も、ああ、でもそうでしたね、うん。いや、もう訓練するのはかんへんと思いますけど、うん、厳しい訓練をしてましたと。それはそれでね、厳しい。あの 訓練してたといいいうに描けばいいわけばわでね。刑務所みたいにすることもないですよね。うん、と私もそう思います。そのために NHK には歴史の正体とか歴史ヒストリアがあったと思うんだけど、うん、ね。従来の映画って信長が大田分での家臣の次男三男サークルは楽しそう。 でしたね、あそうそうそう信長のグループがなんで生き生きしてるかというと前田利恵なんかもそうですけど次男三男なんですよねうんでそもそもなんでそうなったかということであの今日信秀が信長にお前が家族継承やって言ってましたけど信長って これは最近ね、あの、よく言われることですけど、信長って、最後、着地外されたんちゃうかっていう説があるんですよね。信秀いて。で、ドタゴゼがいて、お母ちゃんがいて。こうして。 こっちが信長でこっちが信行、あ信雄。信長はもうこれペケにしてこっちに変えたんちゃうかと。着手をね。だから、あドタ田御前が、信行の方が、こっちが信秀が決めた正当な着手なんや。ということで、ドタ御前は別に、信長と信行で信行が好きやとか、そんなじゃなくて、 おだけとして信行で行くはずやったんやから、誠実の,のドタコゼとしては、着手の応援するということではないかというのはね、説明が増えてきてますよね。うん、だから信長、親父が信行に着手書いたけど、な、認止め変造でね、信行が、信行の葬儀の模試を務めようとしたときに、信長が乗り込んできて、バーンと入りね、 ぶっかけて壊しちゃうというね。真っ向ぶっかけてね。うん。で、信長がそういうことで、信人の家臣はみんな、信人の,の方に行っちゃったから。で、社内から自分で家臣リクルートしようとか言ってね。次男三男集めて <laughs>、お前ら長男に抑えられて、出世できへんぞとこのままやと。俺、旗揚げするから、俺だけ乗っとるから、ついてこいとか言ってね。うん。だから、 織田軍団は明るく進んでいこう信長様と共に進んでいくんだっていうね、えー、そういうのがあってねでそう次男だから次男三男サークル楽しそうなんですよね、うん、でそれを従来の映画でちゃんと描いていてねあで従来の映画が描かなかったのは信秀が信長を着手から外して 信行に変えたというそこのところがあんまり描かれてないのでね。でも信長の家臣たちが次男三男だということは、それはもうメンバー見れば分かるんで、なんで信長の家臣って次男三男ばっかりなんで。そこのところはね、今まで説明しなかったわけですよね。うん、で今日本当に私、体育館で見てたんですけど、一瞬だけ。 パッとしたのは家康がね、の民たちに取り囲まれてね、ノ、え、ブ、ー、しかなんかよく分かりませんけどね、信長、家すか、家康そのままやられてまえ思って見てました。<laughs> そうなりませんでしたけどね、なんやーってやられへんのか <laughs> 私、今日うのドラマで、今日45分間で見てたんで、その2つだけですね、一番最初に。 誰が信長を刺したのかなという、それと、家康やられてまいで <laughs>、その二つを除けば退屈な四十五分間やったなと。それが今日の感想ですね。これ視聴率あからへんやろね、あれでは。もう本能寺の変がこれで、もう先、 盛り上がるもうもないしね。今年の「大レドラマも」も10%割るんちゃうやろうかね。うん、楽しみです。先々週が10.6で、確か、どうしたかね。先週10.0やったんですよね。これまあ、上がったとしても来週また下がるんちゃうかね。 結局は、魚が臭いが本能寺の変の原因だと。そうですね。うん。結局、今年の大河ドラマはですね。あ、これど,どれに出てこへんわ。このあ四国政策転換説の前の一番最初にある、川積太鼓器かなんか、川積慎重な、いや、それれに出てくる。江戸時代の コミックに出てくる、今で言うね。魚が臭くて。<laughs> うん、で、信長が金管頭を蹴ったのが、えんこになった。でもあれ、魚、本当に臭かったんですかねあイ家康がイチャモンつけたんよね。あ、そうか。ちゃんと、家康、えっと、 シリーズでは魚腐ってたらしい。<laughs> いや、わからへん。あの、川澄大好物ではね、わからへん。い <laughs> 川澄なんとかかんとかでわからへんけどね。えー、っと、水秀の料理はちゃんとしていたのに、家康がイチャモンつけて、で、水入れを遠ざけようとした。っていう話でしたよね。うん。まあ、まあ、真面目に考えたら、 どうやっても、いつも合わないですよね。今年のロスアらね。もう、真面目に考え方がいいというかね。<laughs> うん、えー。関東の人間は政治の実権を京都から奪って、鎌倉に幕を開いた頼朝に感謝すべきなのか、江戸に幕を開いた家康に感謝すべきなのか、どっちなのでしょうか。うん。感謝するんだったら、 明治政府やと思いますけど。江戸幕府ってね、すっごく大阪重視なんですよ。大阪一番繁栄した江戸時代ですからねあの。全部、全ての流通は大阪に集めなさいということで。で、大阪の商業が、西回り行動も東回り行動も、みんな大阪目指しますからね。 で一旦大阪の倉屋敷に入れてから出荷しなさいということであの江戸幕府ってめっちゃ大阪重視政策なんです。で明治政府が大阪商人から借りてた大名がしを全部踏み倒して大阪の資本に大打撃を与えて。 しかも、大阪、まあ都、都を東京に移して、で、大阪、重視制作を、や、うん、めちゃったので、大阪、その後自分でね、生きていかな、とならなくなって、資本家は破綻してるだ、合唱は破綻してるわね。ということで、まあ、たまたまあれ、免業でね、大阪盛り返しますけど、うん。 し従って、やっぱり感謝すべきは明治政府じゃないでしょうか。うん。で、江戸時代、まあ、頼朝が京都から実権を奪ったかどうかは、まあ、さておき。まあ、江戸時代に関東と、それから関東が発展するということは上方にとってもプラスなんで、 まあ、関東を、ということじゃないかと思いますけど。うん。今晩は、橋場製造秀吉です。お二人にはそうですね。うん、いっそ、伊賀者の石川五右衛門が家康の命令で信長を倒して、秀吉が構い出て五右衛門を吐かせようとして、あの世を見た。そうですね。うん。そうか。 今日最初に信長を倒したのは、あれは石川五右衛門だったっ。あ、でも石川五右衛門って秀吉が相手でしたよね。信長ではなくてね。ちゃうんですかね、うん。江戸時代が続いていたら、政治は東京、経済大阪になって、首都機能は分散したでしょうか。うん どちらにしてもあの明治政府以降の、ね、中央一転志向がね今の日本を中央一転志向江戸幕府ってあれあの面白いことに統一嫌うんですよね例えばあの金銀副本位制でね江戸は金大阪は銀って、ね、行きますしね統一って嫌うんですよね 江戸幕府ってね、ね、うん。明治以降ですよ、ね、何でも統一してしまえって言い出したのはねで特に戦後ね、うん、それが20世紀の終わりぐらいから特に激しくなって統一統一って、うん、であの日本 <laughs> 伸びないんちゃいますかあしね,あのね学校にね詰めてたんですよね,なね学校ってね 2種類あるんですあのね、職員会議でね、議論するでしょそんなね、統一見解を出してくれってね、言う人たちが多い学校とね、それからね、いや、みんな好きなのやってるんやから、統一見解なんかいらんねんやという学校とあるんですよ。でね、大体ね、その学校が、えー、っとね、 自信がない学校ほどね、統一見解出してくれって言いますね。うん。で、先生たちも自信がないんです。自信がないからね、統一見解出してくれて、統一見解出してくれって言うんですよ。学校としての統一見解って。で、大体、統一見解出せという学校は二流校ですね。 自信ある学校はね、こんなん出せてて言いません。自由だいや、これ本当ですよ。うん。私ね、学校でね、一つね、あの、一番面白かった学校はね、校舎がね、3つあった、たまたまね。で、1年生、2年生、3年生やったんですよ。でね、8時25分予例、予礼。 8時30分本例なんですね。で、遅刻どうするかでね。でね、2年生はね、8時25分までに教室に入れって言うんですよ。3年生はね、余れなんか、まあ、余れは余れやんか。8時30分に入ったらいいんやーってね。でね、8時25分だったらね、20分ぐらいから校門のとこね、2年生ね、わーっ走りよんですよ。 三年生はね、ゆっくりゆっくり歩きよんですよ。5分間ちゃうからね。でね、二年生のね、生徒がね、これおかしいやん。なんで二年生と三年生で遅刻の時間がちゃうんやんってね。で、聞いたんです、先生に。先生ね、もう世の中そんなもんちゃうんかって。 答えてましたね。世の中そんなもんなんや。で、生徒もね、あ、そうか。って世の中そんなもんなんや。<laughs> わかりました、先生って。世の中そんなもんなんですね。そうや。世の中そんなもんなんや。<laughs> あこれでいける学校はね、いい学校です。<laughs> うん、いっちゃな感覚を話しますね。二つの教室にね、チャイムが鳴ったと同時に入るんです。 で、A 先生は、チャイムが鳴って数秒だったから、まあ、いいわ、席つきなさいって、遅刻見せんかったと。B 先生は、数秒でも遅刻だって、遅刻つけたと。そうすると、この二人の生徒が、後で修正やってきて、僕たちは一緒に教室に入ったのに、一人は遅刻で一人は遅刻ではない。おかしいじゃないかって。学校どうなってもいいな追求するんです。はい これ一番いい学校でした。私が住めた中で。これ一番ダメな学校でした。これは、れは本当の話ですよ。私がね。三十数年ここで勤めていてね。うん。でね、ダメな学校ほど先生も統一見解を出せ言うし、生徒もね、なんで二人の先生で違うんやって言うんです。うん。カスですね。そういう学校はね。 えー、というわけでですね、何点だったんかな。あだからあの、えーと、首都機能を分散してね、でねあの、ニューヨークとワシントンで分かれそうでしょ、アメリカねなんか。中国も分かれてますよね、上海と、えー、北京かな。うん、そういうあの、日本が今伸びないのは、東京一極集中で、何でもかんでも、特に統一統一、近言ってますもんね、統一見解統一見解、あ余裕がなくなってるんです。 それで、うんと、権威と権力を合わせ持った史上最強の天皇は後醍醐天皇ですかいや、違うと思いますね。うん、だって、最強だったら、京都から吉野に逃げたりしないでしょ、うん、最強の天皇って誰かな最強の天皇。うん、上記の乱。 が起きるまでの言葉。言葉条項いや、かねえ、白川上報かな。白川上報か、えー、っと、状況なのまでの言葉条項だと私は思います。<laughs> それで、えー、っと、家康が関白まで登ったところも見ていたかった。 家スの場合はもうね、実力でトップに立ってますからね、何でもいいんで、官位なんかね。まあ将軍あたりもらってるのが一番無難なんじゃないでしょうかね。で、秀吉が関白になって、手垢ついてるからね、休むの関白なんか欲しくないでしょう、と思いますが。 えっとでも電力は飛ぶとできなかった。そうですね。あれ、あの電力ね。一つ、ドイツのジーメスから買ったんですよね。で、もう一個はアメリカか、どこの会社から買ったんかな。アメリカが買ったんですよね。で、アメリカが、アメリカが60ヘルツな。どっちかが60なんですよね。アメリカとヨーロッパとね。うん。で、たまたま。 最初に買った発電機が、ドイツから、と60ヘルツの地域から買った大阪が60ヘルツに、50ヘルツの,あの発電機買った関東が50ヘルツになったという話ですね。うん。あれ大失敗でしたね。江戸幕府は、明暦の対角に、白い民生って判断。そう、江戸幕府ね、いい、 政治してますよえっ、ー、とね、基金の時もね、増田三のぐらいからかな、なんかあの町人からお金出せって積み立ててましてねで、江戸幕府ってね、ちゃんとね、町人から積み立てたお金はね、武士のお金と別に会計がなってましてね、これきちっと、あのこれは市民、町民から集めたもんです。 幕府のもんじゃないですって、ほんで、江戸幕府、明治政府に渡したんですよ。明治政府、直ちにこれ、ぐちゃぐちゃにして使ってしまいました。<laughs> だから、江戸幕府の方が、明治政府よりもきちっとしています。うんえー、統一見解れば、そっちに責任的、責任、えー、転嫁できますからねあ。そうですね。うん。そうなんです。要するにあの、自分の判断に自信がないから、 統一見解を出してくれって言うんですよね。うん、そうです。で、生徒も自分に自信がないし、先生も自分に自信がないし。で、なんでね、そうなるかというとね、学校が大変だからです。学校って、先生と生徒というね、枠組みの中で動いてるんですよ。それをね、 壊していきますとね、どっかで体系なくなって壊れちゃうんですよ。枠組みが。うん、もうそうなると、生徒も何していいか分からへん、生徒も何していいか分からなくなってね、それで上に聞くんですよ。自分でできへんから。で、統一見解出してくれ、出してくれになるんです。だからあの、統一見解出すから、統一見解を出してくれって言うからダメになるんではなくて、学校がダメになった結果として、 統一喧嘩を出してくれというように、生徒も先生もなってしまうと、うん、いうことですね。うん、この辺、私はあの元高校教師ですからね。自信を持って言いますよ。自分の体験からもね。うん、日本史の話はね、私は専門家ではないですから、聞きかじで喋ってますけど、うん、教育に関しては私、一応、プロですのでね。うん で最強の天皇は神武天皇じゃね、事務 <laughs> 天皇ね。まあ神武天皇の顔は明治天皇の顔か作ったって言いますからね。うん、最強なんでしょうかね。<laughs> うん。わかんないです。真面目に考えたら誰なんだろうな、日本最強って。天皇ね。 真剣に考えてみると、誰なんだろう。やっぱ思いつかへんなやっぱり白川上皇かな <laughs> 思いますけどね。あ、何をもって最強と言ってるかというと、えー、っと、人事権ね。自分の好きなように人事を動かせる。うん。次の天皇誰やねん。次の摂政関白誰やねん。 で、随量でもね、もう部下たちの,あの人事を好きなようにできる。天皇の人事も好きなようにできる。石関の人事も好きなようにできる。そういう最強の人事権に生きてた人誰かっていうふうに考えていったら、白川上皇やと思いますけどね。うん。か最強の定義というのを、えっと、最強の権力とは何か。最強の権力とは人事権である。 で日本の最も大切な役職は何か天皇である。では、天皇の人事権を握る。誰を天皇にするか決めることができる力を持っている人が最強だと。で、その下に摂政、関白、将軍もいますよね。そういうのも含めて。うん、自由自在に人事を操れる権力を握った人、誰か呼べたら白川上皇やと思いますけどね。聖武天皇はね、 聖武天皇は、あの人は強い天皇ではないです。どちら弱い天皇ですね。どっちかといえばね、うん。まず彼、血統コンプレックスがありましたからね。彼、あの、長屋を、彼、ちょっとこう話にそれますけど、聖武天皇って、天皇家、天皇、こっち藤原家とすると、確か、 天皇家百、藤原だけどすると、聖武天皇、ここでしょ、50なんです。で、聖武の妻、光明氏、藤原ですよね。ここにできた子25なんです。で、こっちに100の人いっぱいあるんですよね。あの天皇と内親王の間にできた子供ね。そうすると、子供たちは100になりますよね。 あの天皇家としての純度はね。だから、聖武天皇ここですからね。だから、強くないです。聖武天皇って自分の意思を押し通せないです。と思います。うん。自分の問いに。<laughs> 皆様天皇、そうですね。うん。まあ、天智天皇も。そうですね。天智天皇は強くはない。 ですね。だって自分が決めた通りに行為継承させることができませんでしたもんね。うん。あそういう点では児童天皇の方が強いですよ。児童天皇女性ですけど。児童天皇は自分の思う通りに行為を継承させていきましたからね。うん。あ、児童結構強いです。と思います。児童かしらかはですね。 だから天智天皇のすごいとこはね、天智天皇自体は大したことないんですけど、後のね、人たちがね、えっと、天皇の子供に天皇を持っていくのはなぜかというときに、それは天智天皇が決めたんやっていう根拠に使うんですね。あれ、改めざるの、常のノリかなんかいうのがあるね。ね不快の条件っていう。誰が言い出したんだろう 元祥天皇とか元明,元明天皇かがね、うん、使ってますけどね。うん、天智天皇様が言われたようにって <laughs>、天皇家にはルールがあるんですって、これですっていうのがあります。うん、国分寺大あ、天武天皇ね、うん、天武天皇もね、でも天武天皇には、 あの弱点があるんです。というのは、天智天皇が決めた、跡継ぎである大友の王子を倒したでしょだから、あれ、王位散奪してるんですよね。王位散奪してるというところが、やはりね、うん、でも、なんだかんだ言って、王位取ったやんっていうね、そこが。 だから強いんかないや、いや、おおいや、でも、実を取ったんやから強いんやという考え方もありますけどね。うん。まあ、なこと言い出した白川だってね、これ、親父の御三条天皇が言った皇位継承をひっくり返したんですからね。うん。あ、まあまあ、しかし、あの、私やっぱり地蔵か、白川かどっちだと思います。白川は上皇の頃の白川ね、天皇の頃ちゃいますよ。うん。 堀川天皇が亡くなってからの白川上皇。または、持統天皇。が、あの、最強やと思いますね。うん。えー、国分寺大仏建立はプロジェクトとして、うん。国分寺とね、大仏の建立、もう、ちょっと家康から離れちゃいますけどね。うん。大仏の建立ですけど、 あれも、聖武天皇からね、次のところの皇位継承がうまくいかなくて、あれ、皇権天皇に持っていくんですよね。で、なんで皇権天皇が、あの人、皇太子から天皇になるんです。日本でね、女の皇太子って一人しかいないんです。天皇いっぱいいますけどね、8人いますけどね。 皇太子になった人って一人なんです。で、皇太子から天皇になった人一人なんです。この女性が皇太子になれるかというね、これはね、大きな問題でね。うん。女帝やったら前例やるからね、水子とかね、皇玉とかね、問題ないんですけど、児童もなってるしね。女性の皇太子前例ないやん、っていう時に、女性だって皇太子から天皇になれるんや、というようなことがあってね、 で、国分寺とか大仏を作ったという説もあるんですね、うんえ。最強はストックイン。そうですね。最強はストックインですね。ストックインと、勇上皇后です。この2人です。対外戦勝利なら明治天皇、うん。まあ、そうですね。うん とまあ、そういうことで、家康からどんどん離れて、いろんな話を、うん、しましたけど、これからは家康どうなるんでしょうね。あと、小牧・長久手の戦いぐらいかな。その後はもう、で考えてたんだけど、と 秀吉の時代って結構長いんですよ、ね、1500信長がどこから政権かというのは一応1570年からやと知ってんねこれ義明先で京都へ行った時で亡くなるのが1582年これが12年間。 で、秀吉っていつなくなるんでしたっけ ?1596 だったっけちょっと覚えてない。まあ、6やと知って。ここ14年間もあるんですよね。で、1600年の関ヶ原から大阪、落城までが15年。ここ結構長いんですね。秀吉って天下取って <laughs> で、ですぐに、 なくなっちゃうような気がしますけど。これから、まず、姉川の戦いからの12年間、ま桶狭間から数えれば20年やったんかで。この14年間って、家康にとってそんなに大きな話題ってあるんですかねうん。 小巻長く戦いを乗っければ、あとはもう、秀吉に従っていく、ということだけだからね。うー、ん、大誠意対象。もう山場がないんちゃうかなと。まあ、ふとね、ふと、秀吉の時代って案外長いんやなぁと思いましたね。あのムロさんが、あのままで、秀吉演じるんですよね。 これからは関白として、一番上座に座って。どうでしょうね。やっぱり秀吉も、それなりにね、やっぱり品格がないと間戦士ね。今まで、あんだけ品のない秀吉も初めてで、まあ全体に品のない、ね、下品なドラマですけどね、今回のどうするやつってね。 あの、朝鮮出兵とかはなんやかんやで瞬時に終わる。うん。そしたらもう関原まで行っちゃうんですかね。関原まで行っちゃったら行っちゃったで、しかし、関原が終わっちゃうと、あと大阪の陣まで別に何もないしね。大きなことは。なんだかんだ言って、ここからだと、 まあまあ、家康順風満帆なんですよ。ね。小牧長久手までは、ちょっといろいろあるけど、小牧長久手が終わってしまって、しまって、で、君、あの、江戸に移りなさいと、秀吉に言われて、ね。で、秀吉に侵入して、で、江戸に移るという、あたり方は、まあ別にどうするっていうこともないと思うのでね。 秀次あたり実験。そうですね。この秀次事件。まあ、この後、どっちかというとどうする、家康って、われていいものになってますよ、ね。あの、家康の偉いのは、いろんなやつがですね、秀吉に嫌われたら、念頭見たるってとこありますよね。あ戦国秀吉さんもそうでしたっけね。い,いや、<laughs> 秀吉で失敗黒労で、で、家康に、まあ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 、でね。 助けてもらうとか、うん、そういう話があるだけでもう,もうどうするっていうような場面があんまりないのでねどうなりますかねいよいよ視聴率が下がるかもしれないですねこれあの津川雅彦あたりですとね「たぬき親父家康」イエスのね渋い味が出るんですけど。 松潤だから渋い味はね、出せるかなぁ、と、思います。<laughs> ということでえ、初めてから90分経ったんでえ、今日はこれぐらいにして、うん。明日、一聴発表ですね。楽しみですね。うん。それから、あの、最初、信長刺し算あれば、夢幻施設。 夢幻説と、それから、えー、光秀の足軽説と、それから、伊賀の忍者と、あるいは、3つあるんですね。はい。これ、これをまた誰か解説する動画作るでしょうから、最初に、うん。信長を、ね、信者を襲って、 信長と徳井して最初に気づけたまた、やっていうね、うん。このあたり、明日の,あのいろんな先生の動画を、解説動画をね、楽しみにね、うん、したいかなと思いますね、うん。ということで今日は退屈な45分間でしたが、<laughs> ライブのはね、皆さんのおかげで90分も長々と喋ることができたので、ではまた来週。 ね、えー、お目にかかりたいと思います。じゃあ今日はこれで、はい失礼します。さようなら。